お父さん絡むところはガチッと、あこっちは。で、あと弾丸が入るシーンでも結構弾丸が相づちというか、なんかそんなにセリフセリフじゃないシーンとかも結構あったりするので、まあその辺編集でうまくできるので、うん、まあそこもやりつつ、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。24時55分、千歳博多が死亡確認。なんでだよ千歳さん。まさか、犯人がいるのか。千歳さん。いや、お兄さん、さっき、学園にいたよな。いやいや、いないですよ。何言ってんすか。俺じゃないっす。まあ、大体さ。いやいや、ちょっと待って、これ以上、ほんと怒りますよ。おい、どこ行くの。おい、どこ行くの。おい、おい、さっさと自首した方がみんなダメだ。せっかく殺そうなんて、そんなやついませんよ。旦那さん、犯人じゃないですよ。どうしたらってますか。あの人と同じ奴、俺たちの方が諦めて生きてきたと思うんだよ。そんな奴でも刺されたら考えられないよ。千歳さん、これからの人ですよ。バカ野郎、俺たちが千歳さんに生まれしっかりやるんだよ。そうです。お前さん、これで本当は殺そうとして、いや、違うんすよ。ああ、違うんす、違うんす。あ、犯人してる、犯人。あの、あ、さっき北斗さんが千歳さんにコールを渡しました。あ、あの、そこに多分毒が入ってる。毒？いい加減してくれよ、おい。調べりゃすぐに上がるんだ。時間的に見ても、物理的に見ても間違いなんだ。犯人はこの中にいる。千歳さん、千歳さん、おいでしょ。